NHK スタジオパークは東京都渋谷区人南の NHK 放送センター内にあった観光施設。1965年に見学者コースとして公開。1985年に NHK 展示プラザに開消。放送70周年記念事業の一環として1995年3月22日に視聴者体験型にリニューアルし開業した。 放送センター建て替え計画に伴い2020年5月で閉館。愛称、略称はスタバ。入場料は、リニューアル前は大人200円、高校生は150円だったが、リニューアル後は、個人は200円20名以上の団体は1人当たり150円となっており、高等学校生もしくは18歳未満、及び65歳以上と、障害者手帳所持者及び付き添い一名は、 無料となっている。また、渋谷でどうも、エコパーク、防災パークの開催当日、夏休み無料公開での開催期間中、毎年10月1日の都民の日、渋谷区民の日、正月参加日に当たる場合は、年齢制限に関係なく、無料となっている。毎日、スタジオパークから、こんにちは等の公開放送が行われる CT-450 スタジオをはじめ、 放送の収録セットを紹介したコーナー、利用者体験スタジオコーナーなども設けられている。また日によっては、お母さんと一緒や連続テレビ小説などの収録の様子を見学することが可能。テレビの地上デジタル化に伴う展示内容更新のため、2011年4月1日から閉鎖して半年間工事を行う予定としていたが、直前の3月11日に、 東日本大震災が発生したため、3月18日まで臨時休館となったほか、それ以降についても計画停電の影響で営業再開できるかどうか微妙な情勢となっていた。また、震災に伴い3月19日から実施されるはずだったイベント春スタッパ祭り2011は中止となった。2011年10月に改装工事を終えて、10月10日に、 リニューアルオープン。この日行われたオープニングセレモニーでは NHK 会長の松本正幸と連続テレビ小説カーネーションのヒロイン役を務める女優の小野町子がテープカットを行った。このかどうもくん、ファミリーステージ等のイベントも行われたほか NHK 総合テレビで午前10時過ぎより特別番組、これがデジタル時代のテーマパークだ。 の生放送を行った。またこの日放送のスタジオパークから、こんにちは新総会 TSP のゲストには、同番組初代司会を務めた堀尾正明が出演した。スタジオパークが所在する NHK 放送センターは、築年数の経過、施設の共愛化に伴い、2020年度から順次、施設の建て替えが予定されている。スタジオパークは、 建て替え後の新放送センターにおいても、敷地北側に設けられる公開旨への設置が予定されているが、建て替え工事に伴い2026年をもって、現行施設での運営を終了し、長期休館となる予定だったのだが、当初よりも予定が大幅に早まり、東京オリンピック、東京パラリンピック終了後の2020年10月をもって、運営を終了し、長期休館となることになったものの、 新型コロナウイルス感染拡大とそれに伴う東京オリンピックパラリンピック開催延期で建て替えスケジュールの変更を余儀なくされたためさらに閉館日を前倒しし同年5月11日に閉館したこれをもって見学コースから54年半の歴史に幕を閉じた新放送センターでの再オープンは2036年を予定しているがその間の代替施設として 渋谷駅前の NHK プラスクロス、渋谷や港区の NHK 放送博物館、地域の NHK の放送局などを活用する予定としている。なお、土曜午後に当施設のスタジオから生放送されている土曜スタジオパークについては、6月27日までは当施設内のスタジオから放送し、7月4日からは放送センター内の別のスタジオからの生放送に、 切り替えて継続する。CT-450 スタジオリニューアル前の NHK スタジオパーク以下は、改修前の2011年2月時点の施設内容。ありがとうございます。